外国食品工業、赤木、中華そば、塩タンメン、揚げ麺に粉末スープと火薬がついています。麺は細めですが意外に粘りと重量感があります。でも食感は購入価格相当だと思います。スープは濁っており、第一印象が札幌一番の塩ラーメンに近いと思いました。塩分や旨味が結構強く出ており、全体的にはちょっと鈍重な味という印象を受けます。でもこの辺はお湯の量で調整できるでしょう。具材は豊富で、特にキャベツの量の多さ特筆できます。肉は入っていません。高級感は全然ありませんが、価格の割には味に存在感のある製品です。